さあ次の試合もですね、英国におきました人気者同士の一戦ということになります。アイルランドのスティーブ・コリンズにイギリスのナイジェル・ベンが再び挑戦します。 WBO 世界スーパーミドル級のタイトルマッチ、これもプロフィールからまず紹介してもらいましょう。チャンピオンのスティーブ・コリンズ、お願いします。アイルランドダブリン出身ですね。年齢は32歳。戦績がですね、36戦33勝18KO3敗、まあガッツあふれるそのタフなファイターですね。95年、クリス・ユーバンクにですね、12回判定勝ちしてですね、 WBO の世界スーパーミドル級タイトル獲得して、これ4度防衛してますね、はい。まあ技術的にもしっかりしてますし、ともかくファイトがありますね、精神的に強い選手です。そうです、はい。さあそして一方挑戦者ということになるんですけども、こちらも人気者ナイジェル・ベンです。ナイジェル・ベンのプロフィールもお願いします。はい、ニックネームはダークデストロイヤーですね。まあこの選手もなかなかそのパンチのあってですね、エキサイティングな選手ですね。戦績が47戦42勝35KO4敗1引き分、まあ年齢は同じく32歳ですね。これまでにですね、ダグ・デビットに勝ってですね、 WBO の世界ミドル級タイトルを獲得したことがあります。それからですね、マウロ・ガルバノにですね、3ラウンド TKO 勝ちして WBC の世界スーパーミドル級タイトルを獲得して、このタイトルは9度防衛してるんですね。ところがこのタイトル、スレイ・マニンガにそのタイトルを失って、このスティーブ・コリンズのですね、 WBO タイトルに、一度挑戦したんですけど4ラウンド終了 TK を負けしてますね、はい。パンチのある選手です、はい。したがって、まあ、これが再戦ということになるんですが、その第一戦というのはですね、ちょっと浜田さん、はい、4ラウンドにこれ足首を確かひねってしまったんですね。そうですね、ナイジェル・ベンが試合放棄という形だったんですけど、試合放棄、まあ、その内容はですね、ナイジェル・ベンらしからぬと言っていいんじゃないですかね。本当に闘志が感じられない、やる気が感じられない試合でしたね。そうですよね、はい。あの負け方だったら、じゃあ次も見たいという気にはならなかったんですよね。だから今度 やってきたということは、はい、気を引き締めてやってきたんじゃないかなというふうに思いますけどね。小泉さんはどうですか、まあ、第一戦もちょっと尻切れトンボといいますかね、もう一つはっきりしなかったんですが、どういうことを感じましたか。そうですね、WBC のスーパーミドル級時代はですね、バランスが良くなって、その、まあ、ただでさえパンチがあるのにそれが連打できてですね、ジェラルド・マクラレンとのその死闘みたいなのもありましたね、はい。ところが最近ちょっとボクシング荒くなってるように思うんですね。それでちょっと打ち終わった後バランスを崩すと、はい、そういうところありますね。だから今度の試合、これ再戦ですしね、雪辱に燃えてどういう仕上げ方してきてるかですね、はい。一時は引退宣言とも取れるようなコメントをしていましたナイジェル・ベンですが、すぐに撤回しまして、もう一度スティーブ・コリンズで挑戦することになりました。両選手4ヶ月ぶりのリマッチということになります。さあ、ご覧いただきたいと思いますが、この試合はなお放送時間の関係でハイライトでご覧いただきたいと思います。11月9日イギリスマンチェスターのナイネックスアリーナです。WBO 世界スーパーミドル級タイトルマッチ、スティーブ・コリンズ対ナイジェル・ベン、人気者同士の一戦です。先ほどと同じリング、さあ浜田さん、はい、両選手4ヶ月ぶりのリマッチ、第一戦を踏まえてこの試合ですが、どういうところに注目されますか。お互いに打たれた試合ではなかったんですね。ダメージはないと考えて勢いを見たいですね。勢いのある方のこの試合は勝ちだと思いますよ。なるほど。ナイジェル・ベン、ご覧のような奇抜なヘアスタイルです。World title contest. He comes to the ring, the former WBO middleweight champion of the world and former WBC super middleweight champion of the world. Ladies and gentlemen, the one and only Dark Destroyer, Nigel Benn. ニックネームはダークデストロイヤーです。リベンジになりますか、ナイジェル・ベン。発色の破壊者ですよね、はい。さあ、チャンピオンです。His professional record of 36 contests, he has 33 wins, 18 by way of KO with 3 losses. Tonight he appears in his 7th World Championship and defends his title for the 5th time.
He's the former WBO middleweight champion and the current WBO super middleweight champion of the world, the Celtic Warrior, Steve Collins. こちらがチャンピオンのスティーブ・コリンズ。両者とも32歳になります。まあ、これクリス・ユーバンクですね。元 WBO のミドル、スーパーミドル級チャンピオン、クリス・ユーバンクがリングサイドで観戦してますね。さあ、まもなく試合が始まります。ナイジェル・ベンの方なんですが、セコンドにですね、リングカーとなりましたベン・ジェラルド・マクラレン戦のレフェリーがついております。ああそうですね。さあ試合が始まりました。左のフックから入っていきます。あ、激しい打ち合いになるか。接近戦になっています。ご覧のようなトランクスです。まあ、この奇抜なヘアスタイルがナイジェル・ベンです。前も言いましたけど、イソギンチャクスタイルですよ。さあ、じっと詰めていきます。大きく振ってきました、ベン。右打ちをします。左、いずれも当たっていません。浜田さん、両者ともこう、割とトップスピードで入ってきたような感じですね。そうですね、やっぱり気合は入ってますけどね。コリンズはやっぱりそういったスタイルで来るとは思ったんですけど、ナイジェル・ベンは硬いですね。硬いというのは体全体が硬いですね。力いっぱいの良い硬さとはちょっと違うんですね。前回の試合、先ほどもお伝えした通り4ラウンド大振りの、まあ、空振りしてしまいまして転倒で足首をひねってしまいましたナイジェル・ベン。試合を放棄しています。再戦です。気合入ってるのは事実だと思いますけど、これだけ硬いといい動きもなかなかできないんですね。小泉さん、ベンはもともと硬かったですかね。いや、もともと硬かったんですけどね、WBC のスーパーミドル級チャンピオン時代にですね、ボクシング変わってきたんですね。バランス良くなったな。ところがまたジェラルド・マクラーレン戦以降ですね、はい、またちょっと元の木阿弥って言いますかね、元のそのバランスの悪い、打ってはバランス前です。そういったタイプにちょっと戻ってきたように思いますね。両者とも32歳。これをもうと取るか、また32と取るか。こればっかりは両方共通とは言えないんですね。そうですね、ちょっとクリンチがホールド気味です。チャンピオンの方に注意を与えました。長らくベンは英国のトップスターであり続けてきましたが、おっとタイトルを取り返すことができるか。まあ、ベンもですね、クリス・ユーバンクにその敗れて、その後ですね、その統一戦の形でですね、WBC と WBO のチャンピオン同士っていう形で引き分けだったんですけど、分がありましたよね、あの頃は。といずれもこのスーパーミドルのパンチですから非常に力があるんですが、どれも浜さん今当たってませんでしたね。当たってはないですけどね、仮に打たれた場合、ベンの打たれた場合は効きますよ。はい、迫力があります。内幕をと体を預けられました。チャンピオン、あ、これコンビです。第1ラウンド終了しました。まあ、このラウンドともに有効ではなしですね。クリーンヒットはありませんね。となるとその構成ですね。はい、まあ、攻撃を伴った構成だから、そこでその私はベンの方のポイントにしますね。挑戦者ナイジェル・ベンに、ラウンドを与えました。こちらがそのナイジェル・ベンです。この辺りパンチが当たっていないところです。クリンチに行きました。避け方が大きいんですよね、はい、ベンの場合は、はい、だからその避ける動作で切り返しのパンチを持っていけないんですね。さあ第2ラウンドです。 WBO 世界スーパーミドル級タイトルマッチ12回戦、チャンピオンはスティーブ・コリンズ、挑戦者ナイジェル・ベン。両者とも名が知れ渡っています。左を返しました。チャンピオン飛び込んでいきました。
まあ、飛行機の予約取りすぎるのオーバーブッキングとか言いますけどね、これベンの場合はオーバーダッキングなんですよね。オーバーダッキング、はいはい、そこまでその大きく避けなくてもいいというのがその防御動作が大きいためにですね、あとそのひょいとかわしてカーンと打つとかそういう動作ができないんですね。あ、攻撃でバランス崩し、自分の防御でまたバランス崩してますからね、はい、今のベンのボクシングだと後半スタミナ切れしますよ、何にもしなくてもこれだけ力が張ってるんですよね。まあ前回の試合もあのこういった大振りで空振りしたわけですからね、ちょっといただけないですね、あれは。空振りしてそれはいいとしても人数でしょ、良くないですね。さあ一方のチャンピオンのコリンズはどうですか。コリンズはこれだけのやり方というのは想像予想しましたけどね。あ、そうですか、はいはい、左を返しましたコリンズ。シューズはグリーン、そしてこれ耳の上ちょっと薄くなってるなと思いましたらクローバーですね、それを刈り込んで髪の毛を刈り込んで模様を入れているようです。まあ、いずれもあのアイルランドを象徴するカラーであり、マークといいましょうか、そういったものです。左、ベンパンチです。左ちょっと効いたんですけど、はい、コリンズがすぐ打ち返しましたね、ワンツーで立て替えしました、立て直しましたコリンズ、スティーブ・コリンズ。コリンズっていうのも、まあ、なんて言いますかね、特別際だってその勘がいいわけでもない、ええ、でパンチ切れるわけではないんですけど堅実ですよね。飛び込んでいった。今の左フックなんかは腰が入ってバネが効いてましたから、はい、当たりどころによってはダウン取れたんですけどね。チャンピオンのコリンズが身長は180センチ、ベンが177センチ、チャンピオンが3センチ上回っています。ますます盛り上がってきます。第2ラウンド終えました。まあ、このラウンドもですね、私はナイジェル・ベンの、あの左フック強烈なの入りましたしね、はい、パンチ叩きつけてます。コリンズの方はですねワンツー打ってるんですけど、ややそのベンの先制攻撃に押されてる感じがします。このラウンドも振り分けるんだったら私はベンのポイントにしますね。そうですか、はい、これですね、一応クリーンヒットですよね。この試合は放送時間の関係でハイライトでお送りしています。続くラウンドは第5ラウンドです。3ラウンド4ラウンドというのは小泉さんどうだったんですか。あのスティーブ・コリンズがですね、やはりあのバランスはコリンズの方がいいですからね、徐々にあのジャブからワンツー当ててですね、はい、ペース取り返してますね。ショートの打ち合い、インサイドが今一発打っていきました。ナイジェル・ベン、この会場の沸き方を見ると人気的にはどっちが上回ってるんでしょう。やっぱりチャンピオンなんですかね。あのこれナイジェル・ベンの方がですね、そのやっぱり人気ありますね。8歳からずっと以前からですからね。まあ、一方スティーブ・コリンズはこれアイルランドダブリン出身ですよね。まあ、そういった意味でもその同じなんて言いましょう、国対国という意識もちょっとどこかにね、ありますね、あるんでしょうね。選手同士、それから見てるお客さんもそうでしょう。英国はユナイテッドキングダムです。アイルランド、北アイルランド、北アイルランドはまあ英国に含まれますが、その辺も微妙ですね。だからまあ俗に英国と言いますね、グレートブリティンと言いますね、ウェールズ、スコットランド、イングランド、そして北アイルランドですよね。これがそのグレートブリティン、それでもうその下にアイルランドありますね、はい、まあ、そのアイルランドの選手なわけですよ、アイリッシュですよね。ですから国から見たら違う国になるんですね、はい、
あの辺は不思議でして、ラグビーはしかしその北アイルランドとアイルランドは分かれません。アイルランドで一つのチームを作るときがあります。あ、原点ですね。あ、バッティングですね。チャンピオンがバッティングで減点されました。あ、今そのクリンチから分かれていいパンチ入れました ね。クリンチってあの注意からその直後ですね、はい、打ち下ろしチャンピオンクリンチに行きます。まあ、野球でも他のスポーツでもそうですけど、バランスって言った回転軸っていうのは大事なんですね。バッチリ、はい、この弁っていうのはですね、この回転軸がブレすぎですね。防御動作のためにですね、体振るのはいいんですけど、打つときは腰、そしてその背骨っていうのはですね、回転して回転力をパンチに伝えるような、伝達するようなですね、軸がないといけないんです。はい、弁の場合はもうそれがグラグラですね。おっと、パー。右のカウンター気味のパンチの後は左を返しました。弁がちょっと疲れてきたか、そんな表情が伺えます。これだけ力いっぱいだと疲れますよ。そうでしょう。また右空振り。特にベンのこの動きが非常に大きく感じられます。大きなパンチ、それから大きなダッキング、先ほどオーバーダッキングという表現がありました。まさにそんな感じです。第5ラウンド終了。まあ、このラウンドはこれにですね、チャンピオン、まあ、より的確なフリーヒットを入れてると思います。しかし減点がありますね。だから結果的には、まあ10対9でマイナス1がありますから、9対9になりますね。はい、こちらチャンピオンです。トランクスと同じカラー そのウェアをスタッフが着込んでいます。まあ、英国におけるベンの人気っていうのはですね、まあ、大変なもんですね。ただ前回の負けが、まあ、浜田さんが言われたように非常に不甲斐ない敗北だったですね。自分でミスブローして足首捻挫して、それで試合放棄してるんですからね。まあ、応援してくれたファンにまあ申し訳ないその敗北ですよね。今日の再戦でですね、やはり汚名挽回したいところですね。さあ、第6ラウンドです。 WBO 世界スーパーミドル級タイトルマッチ。汚名挽回したいだろうっていう感じですね。引退宣言とも取れるようなコメント、すぐ撤回もしています。その辺の意地というものありましょう。大きなパンチ当たってはいません。だからインサイドからのストレートの方が有効ですね。ですね、パンチ右迎え撃ちます。ナイジェルベン。ただコリンズもですね、ワンツーだけでなしにですね、3つ目のパンチを返したいですね。当たってません。しかしロープに詰まりました。大きな歓声が湧き上がっています。ミナッパ、ワンツー、まっすぐインサイドからミナッパーです。打ち込んでいきます。チャンピオンスティーブ・コリンズ、ちょっと危ない対戦になります。ナイジェル・ベン、もうあの疲れも出てきたんですけど、空振りした辺りは危ないですね。球がぶつかりましたが、第6ラウンド半ば、崩したところを打たれると危ないですね。ボディから大きなパンチを打っていきます。ガードします。あ、随分疲れているようです。ナイジェル・ベン、まあ、自分でスタミナを浪費していっているような、そのこれまでのボクシングの仕方ですね。はい、限られたエネルギーを最初湯水のように使ってしまったという、はい、まだまだ使っています。大きな動き、エネルギーは使わなきゃいけないんですけど、無駄な使い方をしてますね。何もならない時に力を入れたんですね。やはり有効活用しないといけないんですね。ですね、両者に注意を与えます。ちょっと荒っぽくなってきたということでしょうか。ミノスレート、まあ、仕事と同じですね。はい、より早く、より正確にっていうのが必要ですね。だからその正確さに欠けてますから、空振りすることによってこういうボクシングはスタミナ使いますよね。まあ、今のボディなんかもいいですよ。追い込んできました。チャンピオンです。
ジェルベムも、分かりません。第6ラウンド終了です。ああ、ずいぶん疲れたという、息を吐き出しながら帰ってきました。あ、ここでなんかもうノーモアって言ってるみたいな感じですね。今ポイントはコリンズですね。レフリーがそれを受け入れました。これ試合終了です。試合放棄になります。ナイジェル・ベン。6ラウンド TKO になりました。今セコンドの方が早く試合をもう諦めたような感じがありました。コーナーのアドバイスでですね、ストップしたらしいんですけどね、はい、そのストップのアドバイスしたのがピーター・デフレイタスですね、はい、これ、ベンとジェラルド・マクラゼン戦のレフリーだった人が今度はセコンドしてて、彼のアドバイスでですね、そのこのラウンドでその棄権したんですね。あのマクラレンのあのシーンがね、ちょっとどこかにあったのかもしれません。早めのストップでした。だけどこの負け方はないですね。